はい、それでは11月3日の3問に入る前に、本日は数年前に宅建合格された方から、いただいたメールをご紹介いたします。この方はですね、大手の予備校に通っていて、まあ、その後弊社の個別指導に受講していただいて、でその後、宅建に合格したと、まあ、いった方です。まあ、その方からのアドバイスといった感じです。予備校や塾を活用、または宅建講座を受講しようと思っている方への注意事項です。講座選びは慎重にという内容です。決して安くない受講料と通う時間を考えてみましょう。予備校選びを間違うと後で必ず後悔します。私っていうのは、まあ、この合格者の方ですね。私の勝手な基準ですが、講師との相性はとても大事です。講師で予備校や塾を選ぶというスタンスも私はありだと思っています。そして講師を選ぶ基準として、親身に対応してくれるか、わかりやすい講義か、過去問分析はしているか、教材はわかりやすいか、上記の視点を持っていろいろな予備校、塾、宅建講座の案内等をネットで情報収集したり、資料を取り寄せてみることをお勧めします。そして講師で選ぶことも大切なことをお伝えいたしました。もちろん予備校の知名度、良質な教材も予備校選びに大事な要素となるでしょう。ただ私個人が思うことは、上記を生かすか否かは講師次第だと思うのです。講師が講義を適当にしていたらどうでしょう。質問にも一切答えてくれなかったらどうでしょう。宅建試験に合格できない知識レベルの講師だったらどうでしょう。受験生を合格させる意欲が全くない講師だったらどうでしょう。などなど、かなり極端な例ですが、このような場合、予備校の知名度、良質な教材は崩れ落ちます。したがって皆さんにも本気で予備校塾、講座選びをしていただきたいと思います。来年の宅建試験日まで、これからどこで勉強していくか、もう今この時から勉強は始まっています。という内容でした。なかなか深い内容ですね。まあ、実際この方は、まあ、予備校にも通ったし、まあ、弊社の、個別指導にも通ったということもあって、まあ、いろんなところを体験しているってことが一つのバックグラウンドになって、このようなメールをいただけたのだと思います。なんでね、まあ、一つ参考にしていただければと思います。では本日の3問に入ります。代理ですね。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合について、A が破産手続き開始の決定を受けていると、これを理由に B の代理権は消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、今回の問題は、まあ、A が B に代理権を授与してなので、A が本人で B が代理人ですね。で、本人が破産手続きの開始決定を受けたと。で、この場合、B の代理権は消滅するかっていう内容なんですね。で、答えは代理権は消滅するので、丸になります。任意代理の場合、本人の破産手続き開始の決定により、代理権は消滅します。一方、法定代理の場合、本人が破産手続き開始決定が出ても、代理権は消滅しません。で、法定代理の場合っていうのは、本人が制限行為能力者の場合なんですよね。例えば、本人が未成年者であって、法定代理人が親だったり、まあ、そんな場合ですね。で、こんな場合っていうのは、で、その制限行為能力者である本人が破産したからといって、まあ、法定代理人がいなくなったら、これ困りますよね。つまり、未成年者が破産した場合、親の法定代理人としての、まあ、代理権が消滅したら本人の未成年者は困るわけなんですよ。だから代理権は消滅しないっていうふうなルールにしてるんですね。で、これ一方でこれ任意代理の場合はそうじゃないよと。本人が破産したらそれ代理権消滅しますよっていうふうになってます。で、今回の問題文でいくとこれ任意代理なんですね。A さんが未成年者だったり、まあ、成年非後見人のような制限行為能力者ではないですよね。そういった記述は書いてありませんので、そうではないと。つまりまあ任意代理。A が A の意思に基づいて B さんに代理権を与えているのに任意代理。だから、こちらの上のこのルールですね。これが適用されて、本人 A が破産したら B さんの代理権は消滅するよと。まあ、従ってこれ丸になるというふうになります。で、これ昨日も言ったんですけども、考え方がわかると、あなたがお持ちの、まあ、テキストに書かれている表とかを覚えなかったとしても、その表が書けるようになるんですね。まあ、今回一部ですね、理解の仕方をお伝えしました。それが制限行為能力者、こっちの場合ですね、法定代理の場合ですね。こっちについてはこのように理解していただくと、もう間違いないと思います。一方、任意代理の方は今回はちょっと解説長くなりますので省略させていただきました。まあ、こういったところもちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですね。
で、私自身、あなたと同じように、表とかって覚えてないんですよ。でも、考え方が分かっているから、その表っていうのは、いつでも書くことができます。考え方が分かれば、つまり理解できれば、答えを導くことができる、ということなんですね。で、個別指導の受講者さんについては、合格テキストの P22 を使って、理解していただければと思います。考え方、覚え方、この部分に記載しております。で、今回の問題、任意代理についての問題ですが、法定代理の場合の方、こちらも間違いやすいので、出題される可能性も高いです。しっかり比較して頭に入れておきましょう。で、問いにですね、宅建業者 A は宅建業者でない B に、A 所有の完成宅地を1200万円で売却する、契約を締結した。手付金として200万円を受領する場合、A はいつまでにいくら保全措置を講じないといけないか。まあ、これ今回、記述式になっておりますけれども、まあ、これもね、記述式って出題されません。ただ、これぐらいはちゃんと答えれるようにしておきましょう。で、答えは、手付金を受領するまでに200万円を保全しなければならない。で、本紙は、発縮性の一つである手付金等保全措置のルールなんですね。手付金等保全措置では、対象となるのは手付金や中間金など、引き渡しをするまでに、受領するお金すべてが対象になってきます。つまり、まあ、中間金受け取るっていうのであれば、中間金も保全措置の対象だよってことですね。で、今回、完成宅地って問題文に書いてあったんですけども、これは完成物件ですね。造成工事が終わった宅地、土地のことなので、完成物件です。で、完成物件の場合、代金の 10%、もしくは、1000万円を超えて受領する場合、受領前に保全をしなければなりません。で、今回、10% ということは、1200万円の完成宅地なので、1200万円の 10% って120万円ですよね。だから120万円を超えて受領する場合は、受領するまでに手付金を保全しなければならないんですね。つまり今回200万円の手付金受領するわけなので、これを受領する前に200万円を保全しなければならないということになります。で、ちなみに完成物件の保全措置の方法なんですけども、保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関による保管のいずれか、この3つのいずれかですね。この保全措置の方法も合わせて頭に入れておきましょう。で、さらに、本文で重要なことっていうのは、手付金等の保全措置と手付金額の制限のつながりなんですね。ちょっとここまで、解説すると話長くなりますので、この点については個別指導で解説していきます。しっかり考え方を頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。注視区域または監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで、土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。無効ではなくて有効なんですね。注視区域または監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで、土地の売買契約を締結した場合、届出しなかったとしても、契約は有効なんですね。ただ、罰則の適用はあります。6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。で、今回は、まあ、注視区域とか監視区域なんで、まあ、事前届での話なんですが、注視区域や監視区域じゃない土地の場合、事後届出が必要な場合ってありますね。で、事後届出が必要な場合も一緒です。届出をしなかったとしても契約は有効です。ただ、届出をしなかったことによる罰則の適用はあります。なので、この点も合わせて頭に入れておきましょう。宅建の勉強していて、難しいな。何言ってんのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社レトスの個別指導をご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社レトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。